はい、皆さん、本日はあんこ餅の悩み相談室を開きたいと思います。本日のお悩みの方は、あ、主婦の方ですね。主婦30代の方 A さんからですね。ちょっと聞きますね。ちょっとめんどくさい、今日私調子悪いんですけど聞きます。はい、どうぞ。すみません、今日朝食作りをしてたんですけれども、はい、山芋をすってたところ、はい、3回もシンクに落ちてしまって、はいはい、イライラして途中でやめたんですけど。わかります、すごいイライラしちゃいますよね。山芋すったことはないんですけど、私ちょっと手の方がいいのでごめんなさいなんですけれども、私もよく人形で遊んでると外に出ちゃうんですよ、ゲージの。それでゲージから出ちゃうともう取れなくなっちゃうんで、それでイライラしちゃうときはたまにあります。だから気持ちわかります。わかります。はい。え、そういうときどうしたらいいですか？あなた、どうしました？もうイラッとしてそのままにしました。落ちただけでイラッとしちゃったんですか？3回落ちました。3回も落としたら、あなたもしかして手犬になってます？確認したことあります？あ、大丈夫？あ、人間の手ですよね。人間の手みたいだけど。あ、そうですか。でもそういう時やりますよね。何やってもうまくいかないみたいなね。そういう時は私の場合ね、寝ます。もう寝ます。諦めて寝ます。寝るんですね。はい、わかりました。参考になりました。はい、じゃあ次の方どうぞ。じゃあ今日はここまで。さよなら。